みかんを絞ってやるぞはい、はい、みかんジュースの用意がやってきますーーこれは A、B、C のみかんジュースを用意しました本当だ、絞られ,る絞られち絞られちゃってるんじゃない大丈夫そんなそんなそんないいのかな、この子たちの前でみかんジュース飲んじゃってなんか複雑な気持ちになるけどねそ,そうですね、怯えてる可能性が少しだけある確かに飲んでやるからなきよ、はい、み 天谷さん、清美お好きですか私、清美がおしみかんですゃめちゃ、天谷さん詳しいですもんね天谷さんのブログ一回さらったら2017年のみかんの内容が出てきてえぇとんでもないガチだったんだってとんでもないガチで営業じゃないです、このみかん好きはですごい仕事になってるよ、今いや、確かに普通にここまで来たみきんにも会えていただきまーす3つの中では真ん中くらいの色だねそうだねうんあ、おいしい、おいしい おいしいな、おいしい、甘くないおいしいこれかおいしいからこれかおメアメさん、終わりですかいや、待ってください待ってくださいベリー薄め色がちょっとクリーム色っぽいよコミキャンみたいな色ですねコミキャンかコミキャンが怯えてますうわ、香りが違うなにこれこれおいしい全然違うおいしいこれおいしい フルーティーっていうかなんか香りがお花みたいななんかお美味しいシモ爽やか花にすごい華やかさがじゃあシモいただきますはいシお願いしますおいしいこれおいしいえどうしようめちゃくちゃうまいおいしい全部すごいね答えはおいしい待ってどうしようどうしようどうしようえ待って何えとキヨミとえっと運酒美香と何でしたっけ はるかですはるかでも気温が当たればいいんですけど色的に B がはるかなんじゃないかと思うんですよね私の衣装さんがあのストラップをつけてるんだけどほかのみかんに比べてちょっとこう色がなんていうのかなオレンジよりは薄い黄色系だった気がするから色はこれではるかちょっと酸味あるよ A。 飲み比べたときは清みの方が酸味が少なくてうんしゅみかんの方が酸味があった気がするから<お> C が清みなんじゃないかと思うんだけどちょっとみきゃんに聞いてみたんですかみきゃん知ってんだみきゃん<お>みきゃん知ってます C が清みじゃないめっちゃ見て教えて めちゃくちゃ教えてくれるやん待って待っ、ま、てえ、でもフェイクの可能性あるからねか敵だからじゃあ,あも B も聞いてみる人間と同じかわかんないですからかに B もフェイクかもしれないえ、じゃあ B が清美じゃないあれえみき <laughs> ょんち待って待っ、ま、て待っ、ま、て,、ま、てえ、じゃあ A が清美 <laughs> <え> <laughs> めちゃくちゃ教えてくれる でも今敵だよ私たちいや確かになでもさあなたにもやっぱ愛媛のプライドがあるものねそんなさみかんを使って人を騙すような悪いワンちゃんじゃないでしょワンちゃんあっみきゃんワンちゃんなんだよ確かそうみきゃんワンちゃんみきゃん素晴らしいきゃんきゃんじゃあみきゃんすっごい頷いてたみきゃん信じちゃうじゃん信じてっていい信じてあえすごいお腹パフパフしてくれるダークみきゃんとかにも効かん一応一応ね

あれ、C が清美だと思う？あれ、一番惑わしてくる。あいつまだちっちゃいからわかんないんだもん。何もわかっていなそうだよね、これからだもんね。そうだよね。こじゃあ信じていきますか。うん。じゃあ映画清美です。正解です。ありがとうございます。よかった。え、裏切らなかった。ありがとう。よかよかったよかった。 優しいいい子だ。いい子だね。私もちょっと心きれいにしなきゃなって思いました。ね、疑ってごめん。疑って本当にごめん本当に。いい春香も会ってましたね。あびは会ってたんだ。C がちょっと C が運ですね。そういうことですね。すごい。これ結構難しい問題だったんですか。美味しかった。美味しかった。も借りて無事すべて成功ということでおめでとうございます。はい。